はい、では照れるね、発表お願いします。野球で俺に勝ってみろ。いや、今回はですね、おのおのまずは3打席用意されているんですけれども、パチソの結果プラマイ500枚ごとに打席が増減していきます、はい、あ、なるほど、打席数が、はいはいはい、だからパチスローで勝てば勝つほど、だから500枚プラスになれば3打席が4打席になり、逆にマイナス500枚になってしまうと2打席になってしまうと、うん、なるほどね。でミニマムは1打席ですね、はい、だからまあ2000枚負けようと1打席は保証されますという感じ で、ね、だから上はないんでしょ、上限ね。そうです、そうです。だから3000枚ぐらい出した場合プラスになった場合は、うん、都合6打席分増えますから9打席トライできる。しんどくない？そんなしたくないねんよ、こんな暑い。そんな言わないでくださいよ。こんな暑いなんか大チャンスですよ、ここを伸ばせば。え、全長中でしょ今。おい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 、固まっちゃうんじゃないのこれ、固まっちゃうんじゃないの。落ちた。や、ちょっとやすし、俺今、はい、モロケのとこ行ってきて、はいはい、まあ、ゴッドイッター売ってんだけど、はい、このさ番組のディレクターちょっとモロゲンさんとこ見に行ってくださいとか言うとき大体しょうもないね。まあ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 、まあ、なんかねちょっと慣れてるときにちょっと一回行ってくぐらいの感覚ですよね。もうその気分で行ったら、はい、フリーズ引いてたね。はゴッドイッターでマジでもう俺多分モロゲンとあれなんですよ、自分は相性あるんですよ。でモロゲンは多分俺と相性良くて、あいつ自分と一緒に収録してる時もすでに2回満杯出してるんですよね。マジで、うん、いやよくねって、そういうの。え、ちょっとあいつ何打席打つつもりなんですか。10打席ぐらい打つ。いやもういらんってそんなに。ちょっとやすしあれやったらちょっと見に行ってみ、今引いたばっかり。ちょっと行ってきますわ。じゃあちょっとボーナスでちょっとドヤ離席しちゃおうかな。共通ベルから当たった。よし、何よ。生駒さんとアーゼで15打席ぐらい貯める予定です。俺肩壊れてんのにお前肩なくなるぞ俺。どうなの、打席数は増えてる。いや、あのトントン。え、これもう野球でも勝てないってところ見せてやる。いやいや、マジで野球でもって他全部勝ってるみたいな言い方すんじゃんてお前。何言ってんの。うん、何キロぐらいを投げるの。いやちょっとボール何で投げんの。カラーボール。お前カラーボールだったら100も出ねえぞ。あ、じゃあいけるわ。ただカラーボールは浮くからな。変化球見たことねえような球が出るからな。変化球投げやすいよね。投げやすい。あ、分かった、球速はそのぐらいならなんとか勝ち目あります。ただ球速だけじゃないってとこ見せたるから。ああ、なるほど、桑田真澄バリのね、技でも戦うからね、技巧派ピッチングね、はい。まあでも僕はこれでゴッドイーターのまあ全てを、前あのハンニバルは勝ったことあるんで、これでゴッドイーターのおそらく全てをやりました。でそれを受けて今日終わった時にどう思うかですよね。でもまあやっぱ初陣の時はよっぽどひどかったんだろうな。そもそも当たんなかったもん、あんまり。だからまあ低設定を長い時間打ったから、まあそれは刺さんなかったんだろうなっていう感じはしますね。モンキーよりも500枚が簡単な気はするな。モンキーはまあまあ頑張ってもなんかやっと300枚400枚ですよみたいな多いからさ。さあ終わりました。思い出っていうのは高設定期待でアップなんですか。でまた繰り返すわけね。早めに決まろう。ちょっといつもより、ああ大丈夫か。うわわわわ、そういうパターンもあんのね。とりあえずこれで2回目。もうこれで1500枚超えますよ。
さあ3回目1ゲーム目でグイッと、決まれ、うわいろんなパターンがあるね。これで2000枚超えます。投資がまあ1000枚ぐらいだから、あとだから2回ぐらい取れば2、3回でだから有利感切れる可能性あるのか。バガラリ、いけ、2ゲームで決まらないな、ちょっと怖いな。いい出目、ラスト頼む、ちょっと早いって、うわーこれしょっぱいな、やらかしたな。なるほど、終わってもこれがもらえるのか。あー、畜生って、もうちょっと行きたかったね。あれこれいいやつじゃないの。あ、やっぱそうだよな。わ、これは倒さな。しかもほらリプレイでも OK になった。さすがにこれ倒せますね。オーバーキルしまくろう。よし、さあここから重ねていこう。よし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 、オッケー。レアクもいていこう。あー、出るか。オーバーキルはないのか。あー普通に勝っただけか。いや頑張って有利感切ろう。そらダメだろ、3つもついてよ。不完全燃焼。2000枚ちょっとって。ゴッドイーター打ってた。打ってました。ドヤ顔で打ってた。ドヤ顔で打ってて、あの狭い通路で話してる中で外にも出てきてくれなかったっ。そう、さあ俺もトーラリアン6連で終わった。お、なんか引いた。あ、示唆出ました。一応2以上が出たので。まさかのやろ。そうですね、だから マジで1台のバラエティ、まあ、毎日5000回ってたけど。そうですね、だからビッグが2回目なんで、うん、まあ2分の1 50% っていう感じですかね、うんうん、なるほどね、そうか。いいホールですね。バラエティにちゃんとね、そうやって使ってんのはいい。いや、ありがたい、マジで。今年武田さんが負けてる機種って何なんですか。やっぱ荒めのスマスロっすか。トータル、うん、あ、トータル、まあ、その機種別で言ったらこの台負けてるわって台ありますか。北斗。あ、北斗なんだ。だからもう打たなくなった。なるほどなるほど。勝てないのよね、構成って言っても。あ、でも本当にレンちゃんダメな時は本当ダメだしな。なるほどね、まあ、あれはやっぱり忍耐力強い人じゃないと打てないと思う。そうですね、うん、もうそれかもう割り切って回すか。え、竹下さんプライベートで打つ時間あるんですか。いや今ないないない。あ、やっぱないですよね。8割仕事打ち。ああ、うん、
とあと富江とってやってるともう時間ないですよね。ないね。まあプライベート地というか、まあ、空いた時間とかできたら打つけど、もうノーマルとかしか打たない、うん、ああなるほど。時間がないとそうなる。やっぱスマスロとかも時間見て打ちますもんね。そうそうそう、お金と時間なかったら。そうなんだよな。くそ。ああ頼む、ボーナス行こう。お、画面揺れに行きたい。おお、しょしょしょ、スイカ高設定ならスイカで当たれ。よいしょ、よいしょ、もう一個、もういいですよ。レアクで当ててもいいし、ボーナス引いてもいいし、7揃いでもいい、どれでもアステリオスいく。あ、頑張れ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 、あと3、頑張れ。もうボーナスなら問答無用だから、あと2、ラスト。ああ惜しいな、これ2個取るの大変なんだよ。まあでもね、クリティカルゲーム付きで取ります。あー、なんかフリーズ引きそうな気すんねんけどな。今日っすか、やめてくださいよ。もういや引きたいな、まあ、見たい気持ちもあるんですけど。スイカナビでスイカがね、ここ止まって強チャンス目でナビ矛盾ボーナスみたいなのもあるんですよね。さあ、こちらびっくりで、さあステータス、まあ、手前でも見れるんですけど、ちょっとここまでいつも我慢してます。ステータスはどっかに S が、いやー ECEDE、 パワープロだったら入部拒否だわ。くそー。さあクリティカルゲームスタート。まあ多分ボーナス引かないと枚数は増えないんで、今とこんだけ騒いでて獲得枚数27枚なんで。まあまあエウレかもそんなん。うんうん、弱点。さあ黄色萌え、まだ効果増えるぞ。よっしゃ、いい音。いやそうなんですよね、この間がねたまらん。黄色の萌えでしたね、40弱ぐらいだったかな。よし、あれ終わったのかな。ちょっと兄貴、え、兄貴、はい、僕昨日今日野球するって言ってましたよね。ああ言ってた。兄貴、え、足の爪ベラーになりますよ。全然、俺はもう小学生の時からこれでやったから。両津勘吉じゃないですか。全然大丈夫。ただ俺今日に備えて、はい、今日ファミスタ打ってきたから大丈夫。どやらないでくださいよ。兄貴もブラスですよね。お見事お見事。いや、あ、ちょっと減っちゃいました。ちょっと減った。あら、大丈夫ですね。大丈夫、もう全然その辺で靴買ってこなくていいですか、うん、大丈夫ですか。俺のスパイクやからこれは。これのどこにありますかスパイク要素がツルツルやろ。真っ平らじゃないですか。神告知が面白い。やっぱりうわー、しょっぱなかなか駆け抜けさせに来てるね。これは完全にこれも大が駆け抜けを狙ってる。そうはいくか、チャンス目いてやるよ。うわい、もう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 、いやー完璧だ。
いや神告知はかなり僕はハマってますね。ぶっちゃけそのレア役を引いた時の演出はそんなに面白くないからさ、どっちにしろだったらこうやって告知入ってくれた方がケツが浮く。これでまあざっと2500枚か。ここの STO をもうちょっと頑張れればもう1打席増えますね。プラス1500枚いける。もう1回当てれば届きますね。チェリーとスイカ、こいスイカ。いやーなかなかやっぱこう確率の軽い方は選ばれないよな。いやーダメか。うわーだったらこれ決めよう。うわおもろー。よしこれでプラス1500枚いきましたね。3打席まああんまりそのいわゆる冷遇みたいなのを感じないのはいいね。モンキーもないですもんね、そういうところは。もうバガラリーはいって、どんだけ見たいんやバガラリー。チャンス目のやつ以外、スイカのやつ、うん、そろそろスイカ引けると思う。これさ左リールにさスイリプレイスイカリプレイスイカのとこあるやん。ここ、これリプレイスイカリプレイはリプレイ近くなのかな。おなんてちょっとパチスロ動画っぽいこと喋っていたら、ここはいけ、OK。 ただ告知合わせしてないからね、ここで引こう。ここでスイカ、逆にスイカリプレイスイカが止まったらもうスイカはチャンスね。ダメか、ちょっとそこを狙おう。うわ待て待て待てってことはこれ引いたか。そこ狙おう。もうチェリーの取りこぼしは上等。そこまで滑るんだ。OK。スイカリプレイスイカが止まってくれるかなと思いきやでしたね。押す場所によってはあそこ止まるのかな。これこれこの出目でこの出目。これもリプレイ近くなのかね。順調ですね今日は。ある程度まあルールを把握した上で一通りやってみましたけど、初打ちよりもはるかに面白い。まああの25ゲームあってリプレイすら引けなかった時のイライラはちょっと半端ないですけどね。書き換えてるこれはもう絶対これやった方がいいね。よしよし OKOK。戦う、うわーなんだよそれ。チャンス目チャンス、うわーもうバカ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 。え、わー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 。これでとりあえずこの ST でも確実に1000枚を超えました。だから少なくともハンニバルは出てくると思うんですけど、出てくるよね。あやっぱり、いやだからここで
一つ弱点を増やしておきたかったね。さあ行きましょう。今のは行くだろ。バトル強い人、ああバトルに行っても絶対増えるとは限らないのね。そうか、じゃあ書き換えないとね。チェリー、あと25ゲームもこれ普通の SD と一緒か。チェリーが弱点なだけ。チェリー行こう。ラスト、なれ。うわー、なんかいいだ。うわー、もうもう一息でしたね。くっそー、終わりました。さあでは、100のゾーンも抜けましたのでやめます。今の枚数が2435と1290枚、3725枚です。これ抜けたらもう今日入らないかもしれないんだよな ART。 いやーラスト。そうだよな、終わりました。騒いだ割に284枚。ボーナス迷子や。見当たらへん。全然ボーナスつけん。ボーナスがね、来ないっすな。7まで頑張ったけど、もうないかな。どうだろう。3。レアック。あ、ベル、サウンドベル、あ、うん、おるわ。いや、おるまだおった、まだいたけど、ボーナスつけないから増えない。あ、リリチいた。珍しい。ダブルシロ、今日チャンス目やろう。これ当たってなかったらもう今日終わりやわ。どう、当たってました。1100枚使って収支が1030枚回収です。さあ、はい、お楽しみの野球のお時間です。はい、サマイが僕がプラス2700枚なので、5打席分プラスで僕は8打席で、生駒さんが僕が、マイナス70枚ですということは、まあ3打席のままですね、はい、なので2人合わせて我々は11打席やります。5打席と6打席やります。そう、投げないといけないもんね。ちなみに辻さんは、私がマイナスの350枚ぐらいってことは3打席のまま、まあだから3割3分3厘で、まあ、まあそうだね、まあ打者の勝ちで言いますからね。そうだね、分かりました。じゃあ今日は一体どっちが打率が高いのか。今から緊張の野球勝負です、はい、行きましょう。行きましょう。プレイボール。あ、ちょっと行くだけ。いいよ、マジで行くから。うん。なんとすなよ、なんとすなって。何もすんなって。すいません、ちょっと。
肩気つけてる。狙ってきてますよ。バット短い。じゃあ今からでいいね。うん。はい。怖いわ。プレイボール。いい球いい球走ってるよ。ちょっといいハイやめてもらっていいですか。ワンストライク。よし。カーブカーブすなよ。縦のカーブすなって。ボール。これ何の時やるんだよ。11だってバカ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 。ちょっと待って、何やねこのバット。ツーストライク。よし。いや、ピッチャー球走ってる。コンパクトね。そう、コンパクト。少年野球思い出して。あ、だった、ファル、ファル。片手の方がいいな。あ、けど片手がいいかも。短いから。大きいよね。10回空振りにしますか、モロゲンさん。あ、なるほどね。オッケー。俺10回空振ったらアウトね。10回空振ったらアウト。え、滝さんは、はい、あ、合計でね。そう。急に暑いからってルール変えなかったな。10回、我々10回空振りでアウトです。うわ、あぁそんな、あぁ、ごめんごめん、そんな怒ることない、いいなぁ。おぉ、おぉ、危ない、おぉ、お前、どこだろう。今僕、2ストライク追い込まれました。ひこまさんです。バットが抑えてもらうと勝ちです、僕らの。いや、秋山みたいにバックチューすな。これでヤッシーが打てなかったら僕らの勝ちです。はい、僕らの勝ちです。よう当てたな、これで。りんちゃん、あれもやばい。割とマジでショックなんだけど。マジで体育は良かったから、はい、練習しよう。よー、 OK、ナイスボール。すいません。じゃあ行きましょう。よし、辻さん、右手で行きます。右で、そう、左の方が、右の方が力入りそう。ラケット打法いきます。あー、なるほど。プレイボール。おいおいいよ、内角線でいいよ。一球上でちょっと挑発してね。腰いけてる。これは熱いけど、きた、これ切れたか、今の。もっと本気出してもいいよ。もっと前からでいいよ、りんちゃん。もっとスピードね。そこからでいいよ。はい、ショートゴロ。お前と変わんなくねえか。バッター、これ曲がるよ。はい。ナイスボール。ナイスボール。めっちゃいいボール。お、早っ。ストライク。ストライク。落ち込まれたよ。よし。アウトロー。いや、早いで。外角低め。早いで。
いやマジで空振り、空振りさせられるし打たれるし、もういいことねえな。そんなことない。まあ、またいつでもおいでよ。いやちょっと強いな、その当たりが。またいつでも。挑戦しにおいで。どうでしたね、久しぶりに野球やってみて。めっちゃちゃんとしたい。こんなじゃない。ちゃんとした。ちょっと次さマジで来てもらって。はい、マジで何ちゃんとしようよ。うん、もうあと2人ぐらい。うん、そうそうそう、ね、来てもらって野球だけする人を誰だろうな、嵐ロギーさんもやります。ロギーはダメ。